しい。どうぞごゆっくり、見ていってくださるだけでもいいですからね。
すったんですか？こんなところで。災難で、あ、とりあえずお帳場の方でその人のお部屋を改めます。ここに着いたばかりでまだ部屋が決まっていないというならそこで決めましょう。あ、いえ、その前にまずはちゃんと体を拭いて乾いた服に取り替えて。Thank you.
一体どうなさったんです？何か大変なことでも？
Thank you.
確かにそう言いましたけど、それであの人とどんなお話を？そうですか。ええ、わかりました。それがあなたのご希望ならば、私どもに依存はなく、お好きになさってくださいまし。私の方こそ記憶違いで、月宮様のことを覚えていないだけということもあるやもしれませんが、やっぱり私森に相談なされてよかったみたいですね。ご存知の通り、いろいろと複雑な作りをしております。私たち宿の者は慣れきって、あまり普段は意識せずにあちこちを行き来しておりますけれども、とにかくこう入り組んで広いと、一口に地図と申しましても作るのがどうにも困難でして、今まで幾人ものお客様と、そして私どもの身内でも地図を引こうという試みはあったのですが、ところがです、そうして引き上がった図面を後からみんなで確かめ合わせてみましたところ、ここはこんな風にはなっていない、あそこにはあんな部屋はない、この辺りの廊下は3差だった、いや5差だったなどと、どうにもみんなの意見が噛み合いません。それならばと実際に行って確かめたところ、今度はその都度結果が食い違うという、これがまた妙な具合に相なりまして、結局私どもではこれまで正確な地図というのが引けた試しがないのです。ただ私どもでは作れませんでしたが、あるんです、地図はあるのです。他に作ってみたどの地図より、それは正確です。それを一体どんな誰が作ったのか、それさえも定かではありません。でもごめんなさい、その地図は誰にも見せてあげられないんです。私が今よりずっと小さい時にそれを見つけました。それ以来その地図は私の宝物になったの。私の一番大切な宝物。もし私がそれを見せるとすれば、ただ一人のお方だけです。それはあの、もしいつか私の旦那様になってくださる方があれば、そのお方にだけはお見せするつもりなんです。
スジード。船ダンスの階段廊下。だんまりの難度。あなたが？その言葉をもし聞きたいのなら、そのガラクタを壊すといい。そうです。それがだんまりの難度。この宿の一角で、そんな言い伝えとともに眠る古い物置を。白金噴水、猫たちの寺子屋、一番小さくて一番たくさんの蔵。ええ、閉じ込めた人以外はそこを開けることはできない頑丈な蔵で。ご自身しか確かめようのないことなのでしょう。自分がなぜ知っているのかと、あなたがそんなに悩んでしまっているようだけど、それはこの宿があなたがなくしてしまった記憶とやっぱりどこかでつながっているという証に。ご存知ですか、月宮様。ならとりあえず、だんまりの難度までの行き方をお伝えしておきますね。
確かなのだけど、ここしばらくはいろいろと仕事がおつもりになってしまっていて、手が離せません。